外壁に備え付けられたパネルエスタディオデラセラミカは、スペイン・バレンシア州、カステリョン・ケンビラ=レアルにあるスタジアム。ビジャレアル CF のホームスタジアム。収容人数は25,000人。2017年1月までの名称は、エスタディオ・エル・マドリガル。1923年6月17日に落成して、カンポ・デル・ビジャレアルと名付けられ、CD カステリョン対セルバンテス戦が行われた。その2年後には、建設された土地に合わせて、エスタディオ・エル・マドリガルと名を変えた。フェウド・アマリロが、愛称の、このスタジアムは、地中海から 5km ほどの距離にある、ラブラドール広場に位置し、標高は50メートルである。最初の改修工事は1952年の夏に行われた。1952年に夏季オリンピックが行われたヘルシンキオリンピックスタジアムに合わせてピッチサイズは95メートル65メートルから105メートル65メートルに拡張された。1960年代には小規模の屋根のついたメインスタンドを建造し、1971から72シーズンには南側のスタンドが建造された。1988年には新しいスタンドに部屋を作るために古いスタンドは壊され、1989年3月8日のアトレティコ・マドリードとの親善試合で再オープンした。クラブの75周年事業として南側のスタンドは再び壊され、2階席やVIP 席を備えた屋根付きの新しいスタンドが建造された。北側のスタンドも新築され、1999から2000シーズンに大改築工事は終了した。1973年9月16日、セグンダディビシオン B のビジャレアル CF 対 SE、エービス・アイビサ戦で初めて照明が焚かれた。ピッチの四隅に一つあたり9つのハロゲンランプを備えた照明塔をピッチの四隅に建設することに手を貸したのはビジャレアル市役所だった。ロッカールームは何度も移動された。1935から36シーズンまではスタジアムの南東角にあったが、その後北西角に移動され、1989年までその場所にあった。1989年以後は南西角にある。最後の改修で、ドレッシングルームがメインスタンド下に設けられた。2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの試合を開催することを承認させるために一連の必要条件を満たす義務があった。クラブは2005年にすぐさまレギュレーションに合わせた改修を行った。スタジアムの外観を黄色いタイルで覆い、美観の向上と地域の特産である。タイル製造への利益の向上を図った。ドレッシングルームが改修されたほか、記者会見室が拡張され、監督室、マッサージ室、バスルーム、シャワールーム、欧州サッカー連盟から派遣された役員のための部屋、アンチドーピングホールが新たに設けられた。ピッチは1メートル広げられ、ドレッシングルームに向かうエントランスは修繕された。2つのレストランが開店し、広告設備は電子化された。2017年1月8日、エスタディオ・デラ・セラミカに改称した。ありがとうございます。